それはもし傍観者があったのなら、さぞかし奇妙な白日も見るような光景だったに相違ありません。一人の男が同じ服装をした、同じ体つきの、顔まで全く同じ一人の男を絞め殺してしまったのですから。田崎様、俺はお前だ。昨日までは兄の妻であり、今や私の妻である女。そしてなんという幸運でしょう、妻は私を少しも悟らなかったのです。妻に手を出したのか。怖いのよ。お前の親父とおふくろに何か思い出したんだね。殺されたんだよ。それ君は何なんだ。おめえはな、本当は俺の子だけじゃねえんだよ。人殺しだ、人殺し、人殺し、人殺しやろ。今始まるきらびやかなる悪夢の宴。そうだよ、結局私を裏切ったんだよ、あんたのこと。ソーセージ。